さん。お、先生に何か用か。お、数学で分かんないところがある。そっか、お前受験生だったな。どうだ、受験勉強辛いか。まあ辛いよな。あのな、受験ってのは登山なんだよ。辛いのは当たり前だって。お前が歩いてるのは上り坂なんだから。でも登ってるってことは頂上に近づいてるってこと。逆に楽ってことは下ってるってこと。下ってる時間ないよな。辛い思いして頂上にたどり着いたら、せっかくだから記念に登った印入れようよ。辛いっていう漢字の上に一本印を入れたらどうなる。幸せになるんだよ。っていうくだらない話でした。なんてね。菅田将暉のオールナイトニッポン。じゃあ先行ってるぞ。菅田将暉です。今日のこの時間は FM93AM1242 日本放送キーステーションに全国ネット、菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。まあね、毎週新しく撮ってるこのジングル、まあ今週はね、はよ数学教えろやっていう何うまいこと言うてんねんっていうジングルをお届けしましたああ、優勝しました。 DJ 松永優勝しました。 おめでとうございます。本当におめでとうございます。全ての人があなたを祝福しています。やっと優勝できました。菅田将暉のオールナイトニッポン。松永優勝しました。